ちょっと、私を何だと思ってるのよ。人を機関車みたいに扱わないでくれますか？まあまあ、夫婦漫才はよそでどうぞ。とりあえず楓に連絡したら、彼方にさっきと高橋さんにも電話したんだけど、まだ来てない？まだ来てないよ。私と彼方だけだった。いやー、ごめん遅くなりました。暑い。溶けそう。ん？五十嵐妹ではないか。久しぶりであった。高橋さん久しぶり。ほらおいで、高い高いしてあげよう。ちょっと、ナチュラルに。いや、汗すごいし、なんか臭そう。ほら、こんなのほっといていいから。
高橋さん大丈夫？ああ、その言葉だけでこれまでの人生が報われた気がする。